ポール・ウジェーヌ・マグロワール、通称ボン・パパは、1950年から1956年にかけて、ハイチを統治した、軍事政権の指導者。マグロワールは、将軍の息子として生まれ、自身も1930年に陸軍に入った。早々と昇進を重ね、1944年には、ポルトー・プランスの警察署長となった。1946年には、 エリレス公大統領を打倒したクーデターに加わった。それによって政権についたデュマルセエスティメ大統領が1950年に任期延長を画策した際、マグロワールはエスティメを追放し、地域のエリート層の支持を得て政権を獲得した。マグロワールが統治した時期の配置は欧米各地から観光客を集める人気の観光地となった。 マグロワールの反響政策はアメリカ合衆国政府にも支持された。さらに彼はコーヒーの輸出から得られた収入を都市の補修や道路、公共施設、ダムなどの建設に用いた。さらに、婦人参政権の導入も果たされた。マグロワールは派手な社交生活を好み、数多くのパーティーや社交行事、儀式などを催した。1954年、 ハリケーンヘーゼルがハイチに壊滅的な被害をもたらし、その救援基金が盗難に遭う事態となって、マグロワールの人気は失墜した。1956年には、大統領任期の終了をめぐって、論争となり、ストライキと抗議デモが繰り広げられる中、マグロワールは国外に逃亡した。その後、大統領となったフランソワ・デュ・バリエは、マグロワールのハイチ市民権を剥奪した。 1986年、ベイビードクことジャンクロード・ディユバリエが権力を失うと、マグロワールはそれまで住んでいたニューヨークからハイチに帰還した。その2年後、マグロワールは非公式な陸軍顧問となった。マグロワールは2001年に死去した。私生活では、ヨレットル・コンテと1981年に彼女が死去するまで連れ添った。ありがとうございます。